ロドリゲス、MLB で大型契約が浮上。賠償金請求しよ。5年100億らしいぞ。ロドリゲスのメジャー移籍。中日から亡命したジャリエル・ロドリゲスが MLB の球団と5年100億の大型契約が浮上した。なお、先発として入団する可能性もあるという。ガチクズ・ロドリゲス。正式契約した選手の亡命移籍の再発防止のために、メジャーと NPB で紳士協定を結ぶべきだろ。逃げ得になった感じだな。何の制裁もなしに解除していいんか？普通に再発防止策かなんかしろよ。完全に日本のプロ野球は舐められてる。契約をないがしろにする選手は他球団に移籍できないようにする制度を作ってしまえばいい。国の事情があっても、なんか腹立つ。今のルールだとリリースせざるを得ない。名古屋港でお話ししようよ。ドラゴンズはファミリーのような存在。中日ファン、喋んな。ドラドラ情報局は、中日の素晴らしい情報をお届けしているので、チャンネル登録、よろしくお願いします。